皆さん、こんにちは。こんにちは。よさこいおやっさんです。今から踊らせていただく曲はよさこいやっさん2015年度オリジナル曲夢しるべです。こうしてたくさんの後輩と踊れることに感謝し、全力で踊っていきたいと思いますので、最後までご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあおやっさん、いくぞ。よっしゃー。それでは参ります。とある夕暮れ時、ふと立ち寄ったこの場所で、私は一枚の色褪せた手紙に出会うのでした。少々お待ちください。じゃあ、やっさんもう一回やろう。やっさんじゃない、おやっさん、もう一回やろう。はい、今、私、自己紹介させていただきます。私、よさこいやっさん13代目の、代表してました瀬山と言います。はい、はい、やっさんを卒業してもう5年ぐらい経ってまして、27歳に、一昨日になりました。はい、で今は、東京で仕事をしているので、昨日飛行機ではるばる山口まで来て、で今日は車でここまで来ました。で今日はもう夜遅くまであると思うんで、明日は有給を取って明日帰りたいと思います。はい、ですごい僕らの曲を踊ってくれるってことで、もうすごい楽しみにしました。で、僕13代目なんですけど、ここにいるメンバーには21代目の子もいます。ちょっと21代目手を挙げてもらっていいですか。はい、後ろの方にいるんですけど、はい、なんとこの夢しるべを踊っていた、僕たちが踊ってた時は当時小6だったんです。でその小6の子たち、当時小6の子たちとこうやって踊れるっていう、本当にすごいなと、よさこいの力ってすごいなと思っております。はい、すいません。まあ、まだということで、どうしようかな。じゃあとりあえず13代目からみんないるんで、手挙げてもらいましょうか。じゃあ13代目の人。はい、はい、僕です。はい、今日は、当時ずっと踊らせていただいた、13代目の3人で今日は参加させていただいてます。はい、続きまして14代目の人、立ってください。はい、14代目ももうすでに大学は卒業しているので、それぞれの場所から来てくれました。はい、そして15代目。はい、はい、15代目の人たちです。で15代目の人たちは、僕たちがその3年生で夢しるべ作った時の1年生ですね。なんで現役、その夢、現役で夢しるべを踊ってた人たちはここまでです。はい、座ってください。ありがとうございます。はい、16代目。元気だな、すごい元気。はい、16代目も、あ、でもちょっとだけ夢しるべ踊ってますね。なんでここまではちゃんと踊れるのか。はい、で17代目の人、静かですね。すごい静か、控えめに手を立ち上がっていただいて、はい、17代目から、夢しるべは実際に踊ってないので、この時のために覚えてくれたのか、はい、すごい嬉しいです。
はい、ありがとうございます。はい、18代目の人たち立ってください。めっちゃ18、16となんか勢いがありますね、やっぱり。はい、18もありがとうございます。で19代目の人たち、よっしゃー、やっぱり現役だけあって元気ですね。はい、ありがとうございます。はい、20代目の人、はい、っていう感じで、13代目から21代目こんな感じでお送りさせていただこうと思います。で、皆さん、あの各代の衣装を着てカラフルに彩らせていただいてますので、そこも楽しんでいただければと思います。では演舞再開させていただきます。よっしゃ、はい、ではもう一度、もう一人の煽りに気合を入れ直してもらいましょう。お願いします。さあ、おやすさん元気あるか？それでは参ります。とある夕暮れ時、ふと立ち寄ったこの場所で、私は一枚の色褪せた手紙に出会うのでした。拝啓、今は亡き死の下で共に笑い高め合った全ての者たちに綴る。我は今意を決し、まだ見ぬ時代を切り開かんとしております。心に宿すは面白く、音もなきよう面白く。時代を駆け抜け、人々の心を一つにつなぐ。幾重にも重なり合うその思いは、浮世の闇を照らす光となる。夜明けは近い。世界は変わった。語り疲れし思いを胸に、Yeah!
おやっさん元気に撤収。